もうすぐ避難の準備が終わるな。たまにこういう任務が来るけど、面倒なことこの上ないよな。何を言ってるんですか。今回の我々の任務は人々の避難を支援、護衛すること。普段以上に気を張らなければならない重大な任務ですよ。それをまるで、要するにみんなでお引っ越しってわけだ。いつもいつも切った張ったしてるより、たまにはいいとは思うがね。任務は任務です。いいも悪いもないでしょう。それに護衛するのは村人だけじゃないのよ。切り札を受け取るまで何としてもここを死守しなければならないんだから。実に名誉あることだけどさ、切り札ね。どんなすっごい武器なのやら。二人ともそこまでにしておけ。周りに示しがつかない。確かに目前の敵のみを相手にするより護衛は緊張を強いられる。小規模の集落とはいえ、人命を預かることになるし、退くわけにはいかないからな。それにここは前線に近い。みんな最後まで気を抜くなよ。しかしリンダは少し緊張しすぎている嫌いがあるな。申し訳ありません。そうそう、少し肩の力を抜いてリラックスしろよって言いたかったんだぞ俺は。それは遠回しすぎてわからなかったな。ああ、こうしてまた俺の善意が日の目を見ずに消えていくんだな。そのまま埋もれてればいいの。報告します。傷の山脈より魔物が現れました。あと少しという時に住民が避難するまで我々で抑えるんだ。多くは俺が引き受ける。行くぞ。敵の増援が現れました。まったく懲りないんだから。避難が終わるまであと少しだ。もう少し耐えてくれ。あらかた片付けましたね。ユージェン、追撃の指揮を頼めるか。深追いはしないよ。もちろんだ、頼む。はいよ。ほら、野郎ども、行くぞ。俺も周辺を見てこよう。まだ近辺に魔物がいるかもしれない。リンダ、ここは君に任せる。了解しました。お気をつけて。あ。これでここの多くは片付けたな。あれは、アルバ。相手が悪すぎる。無傷では済まないか。だが、だとしても。その子から離れろ。
我に刃を向けるか、人の子よ。いい。だが、それが命取りになるぞ。俺が時間を稼ぐ。逃げろ。無益な戦いは望まない。引いてくれ。余計なデモをかけさせよって。冷たい。これは本当に。あの子はどうなった。寒い。あなたは行きたいですか。再びあの場に戻りたいですか。俺にはやらなければならないことが。ならば答えなさい。あなたに今一度立ち上がる力を授けます。さあ立ちなさい。なんだこれは。貴様一体何を。
様、なぜだ、なぜその傷で立ち上がれる。生きている。俺は確かに殺したはずだが、ならばもう一度滅ぼすまで。
この機を逃すな。続け。いくよ。にはいかない。はまるで歯が立たなかったのに、俺は確かラルバと戦って、俺は一度死んだ。だが、あ、大丈夫？ああ問題ない。それとさっきはありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。名乗り遅れて申し訳ない。ジーク・ファイト？君の名前は？君？名前…ジーク？それは俺の名前だよ。君の名前は？あなたは？どうやら味方らしいな。はい、私はジーク・ハイトと申します。現在この近くの集落の避難・護衛の任についております。私はアルゼストだ。前線部隊の指揮を取っている。強力な力を感じて来てみたのだが、先ほどのあれはお前か？おそらく彼女の力です。この娘の、しかし、この娘よりもお前の力の方が強いように感じられるぞ。私がですか？しかし闇のラルバを倒せたのは彼女のおかげです。それに瀕死の私を助けてくれたのも彼女です。その話
こんなところにいたのか。探したぞ、ニーメリア。あんたが見つけてくれたのか。いや、私ではない。この者だ。ジーク・ハイトと申します。礼を言う。ご苦労だったな。いえ、私は何も。ギガンタ、なぜここにいる。切り札を連れて行く途中だ。あの娘がそうだ。ほとんど力を感じないぞ。なんだと。ジークハイト、ラルバーを倒し瀕死のお前を救ったのはその娘だと言ったな。はい。これは私の推測なのだが、お前を助けた時に彼女は自分の力をお前に分け与えてしまったのではないか。私に彼女の力が。そうなのだとすれば、あの力、説明がつくが。この状態で断定はできない。エルネスト様に調べていただこう。俺はミーメリアを連れて先にトライゾン城塞に戻っている。戻り次第エルネスト様の元に来い。承知しました。さあ行くぞ、ミーメリア。いやあ、名前ミーメリア違う。違うのかよ。お前の保護者はそう呼んでたぞ。まあいい、名前は後で聞いてやるから早く来い。ジークハイトと一緒に行く。俺と。ずいぶん懐かれたものだな。ジークと一緒。わかったよ、好きにしろ。お前にその娘の護衛を任せるぞ。は？はい。お前たちのことは伝えておく。無事トライゾン城塞まで連れてこい。いいな。はっ、謹んでお受けいたします。よろしかったのでしょうか、このような重大な任務を私に。そこまで懐かれてはな。ジークハイト、ラルバがいたと言ったら。はい。近辺の見回りは私が務めよう。お前は自分の任務に戻るといい。彼女を頼んだぞ。お任せください。では、ミーメリアさん、行き。兄ちゃん。え？兄ちゃん。兄ちゃん？兄ちゃん！ああ、兄ちゃん。では戻りましょうか、みーちゃん。うん。ちょっと目を離した隙にとんでもないことになってたんだな、お前。でもよかったな、ちゃんと帰ってこれて。
お前が倒れると心配する奴がいるんだから気ぃつけろよ。ああ、もちろん俺も心配すっけど。そうだな、隊を率いている者がこんなざまではな。どうした？いや、なんでもない。たださ、春は遠いなって思って。こんな時に何を言ってるんだ。ジーク。みんなへの挨拶は済んだか？よろしくお願いします。あのね、みーちゃん、いっぱい教えてもらった。これ、リンだ。これじゃない。リンだ、ありがとう。あ、いえ、ずっといい子でしたよ、ミーミルちゃん。ミーメル、本名を呼ぶと怒るもので、隊員たちがいろいろつけて中から私が選びました。なかなかいいんじゃないの、リンダにしてはいい感じだし。にしては、かわいいかわいい。似合うってこと。かわいいかわいい。そうだな、新しい呼び方ができてよかったよ。さすがにミーちゃんでは少し気恥ずかしい。リンダ、彼女を頼めるかな。各班の準備は済んだのか？はい、いつでも大丈夫です。では、出発しよう。この機を逃すな。続け。やっと俺の出番ね。
さーて、行ってみますか。この機を逃すな。続け。やっと俺の出番ね。避けて通れないのであれば切る。行きますか。この機を逃すな。続け。やっと俺の出番ね。無益な戦いは望まない。引いてくれ。避けて通れないのであれば切る。そこだ。それで終わりかい。
やっと俺の出番ね。おしりです。さあ。こいつは手強いですよ。ミメル、下がってろ。この機を逃すな。続け。ついてきてくれよ。さーて、行ってみますか。この機を逃すな。続け。
ジークハイト、参りました。まずは護衛の任、ご苦労であった。休む間もなくすまないな。いえ。君がジークハイトか。私がエルネストだ。話はギガンタより聞いている。彼女がそうなのか。はい、ミーメルです。ふん、ギガンタの報告通りだな。魔力もわずかしか感じられん。どうだエルネスト、彼女の中にはほとんど残っていません。やはりジークハイトに移動しています。ジークハイト、よく聞いてほしい。彼女は蓄えていた魔力の大部分を君の蘇生に当ててしまった。しかし今問題なのは魔力ではない、君に移った彼女の力だ。魔力ではない別の力ですか。エルネスト様、ギガンタ様は彼女を切り札と呼んでいましたが、彼女は一体。言葉通り彼女は我々の切り札だ。では彼女は。そうだ、彼女なくては我々の計画は成し得ない。我々はこの戦を一刻も早く終結に導くため強力な魔気を欲している。魔気を使い戦力の底上げを図ると。その通りだ。そしてその魔気を作成するためにハスカリノの協力を仰ごうとしているのだ。しかしハスカリノはメリクリウスのラルバです。また我々に争いの道具を与えたゆえどこかに封印されたと聞いていますが。確かにハスカリノは闇に落ち神によって封印されたラルバだ。だがそれはハスカリノ自身が悪というわけではない。ハスカリヌが人のために作った装具を闇の信徒が悪用したから問題なのだ。不当な罰を受けているとは思わないか。主であるメリクリウスとて関係により落とされた神、本来ならばこちらにいるべきお方だ。かわいそう。そしてハスカリヌの封印を解くために必要なのが彼女の力だ。一体どういったものなのですか。彼女には解放の力とでも言うべきものが宿っている。まさに彼女は鍵の存在なのだよ。我々は彼女の力を使いハスカリヌの封印を解くはずだった。しかしここで危惧すべき事態が発生した。私にその力が移ってしまったのですね。君に魔力を分け与えた際何かの弾みで移ってしまったのだろう。魔力の低下は一時的なもの、時間はかかるかもしれないがいずれ元に戻るだろう。だがこればかりは彼女に思い出してもらうしかない。力が無事彼女に戻れば問題はないが、本人もどうやって移動させてしまったのかよく分かっていないだろう。もし彼女が思い出せなければ彼女に代わり君に封印を解いてもらうことになる。ごめんなさい。ミーメルの役目がミーメルから俺に移るだけだよ。でも本当はミーメルがちゃんとやらなきゃ。そのためには移動させた方法を思い出すしかない。頑張る。しかし無事封印を解いたとして果たしてハスカリヌはこちらの味方となり得るのでしょうか。ハスカリヌは主にとても実直だ。恩を仇で返すような不実ではない。お言葉を返すようですが関係に落ちたとはいえメリクリウスがあちら側に居続けているのもまた事実です。実直というのであればむしろ君は殺されるか否かという時に目の前の剣を手にしないのか。
長らく封印されていたものを助け、その協力を得られなければとろう。君の不安はこういったことだ。はい。しかし、誠に残念なことだが、計画は実行する。これは決定事項であり、我々はそれを成功させるべく動いている。理解してもらえるね？はい、申し訳ありません。何、君が疑念を抱くのも無理はない。その若さで実に慎重なことだ。君には大いに期待させてもらうとしよう。ありがとうございます。では、私と彼女はこれからどうすればよいのでしょうか？無論、この計画に参加してもらう。パスカリノの封印を解くには、鍵と解放の力。このミーメルはすでに保護した。次は鍵だ。君には鍵を作ってもらおうか。まあ、本当に君に作ってもらうわけではない。実際に作るのはグリアーズたちだ。君はその材料を集めてくればよい。そしてミーメルだが、ミーメルもジークと行きます。君も気に入られたものだな。もちろんミーメルにも行ってもらう。しかし彼女は君の力のそばにいれば、ミーメルが自分の力を引き出すことができるかもしれない。旅をして経験を積ませれば、別の方法を考えつくかもしれない。ジーク、お願い、連れてって。ジーク・ハイトよ、引き受けてくれるか？ちゃんと言うことを聞くんだぞ。うん。エルネスト様、お引き受けします。そう言ってくれると思っていたよ。まずはどこへ向かえばいいのでしょうか？まずカジガイ・アーシエに行き、そこのグリアーズの長に会うという。詳細はその者が知っている。そこまでの案内だが、確かお前の隊にイニシオ方面の出身者が一人いたな。はい。ではその者と隊を半分連れて行くことを許可しよう。あとは、そうだな、私の娘をつけよう。まだ。ありがとうございます。では早速出立いたします。ジークハイト。バシュタール様、お久しぶりです。その娘が例の？はい。随分と嫌われたものだな。それはともかく無事でよかった。体は以前よりも体の調子は良いほどです。それより隊に被害が及ばなかったことがせめてもの救いでした。生真面目なのは相変わらずだな。お前、そう堅苦しく構えるな。友人としての助言だ。友人としてですか？生真面目で堅苦しいのはあなたこそではないですか？もう少し肩の力を抜いた方がいいと思いますよ。お前に言われるとはな。できる限り心がけるとしよう。いつまでもその娘に嫌われたままではお前と話すこともままなら。どうやらまだ時間がかかりそうだな。
それよりも今回ばかりは相手が悪かったな。闇の信徒となったラルバは俺たちと違い、本来の力を維持したままこの世、同じラルバである俺たちでさえどこまで戦えるか。だが今のお前になら戦えるだろう。だからこそお前にこの任を頼みたい。それはもちろん喜んでお受けしますが、いつまでこの戦いは続くのでしょうか。お前らしくない言葉だな。どうした、戦いに疲れたとでも言うのか。いえ、そういうことではなく、常に戦いのある世界というのは無論歪んでいるのだ。だからこそその歪みをなくすために、いつまでというのであれば、どちらかが倒れるまで、いや憎しみ合い滅ぼし合う戦いに終わりなど、終わりは必ずやってくる。いや終わらせねばならん。未来をつかむために、戦いに敗れ死んでしまえば考えることもできん。今はただ戦いに勝ち抜き生き延びることを考える。そうですね。長話をしてしまったな。そろそろ戻らねばならん。前線に出られるのですか。闇に落ちしあれば、こちらの大陸に現れたことが気にかかる。こちらでも気をつけておこう。状況を確認しておきたいしな。お願いします。俺の背中を預けられるのはお前しかいない。私も。あの人怖い。ああ、バシュタール様は高潔な方だ。どうなってたの。この大陸は今頃闇の軍勢に滅ぼされていたかもしれない。彼らは何の見返りもなく俺たちに力を貸してくれているんだ。だから俺たちも頑張らないと。そうだね。さあ準備をしよう。これから大変になるからね。ミーメルもジークのために頑張る。隊長、いかがでしたか。少しの間舞台を離れることになった。そいつはまた急だね。あまり詳しいことは言えないが、あるものの探索の任を仰せつかった。それとイニシオ地方の案内役としてユージェンに来てもらう。え、ご指名キャッ、嬉しい。気持ち悪い。イエーイ、名誉のお留守番。そんな隊長。ああ、いやしかし俺の独断では。これよりもお役に立ってみせます。へえ、大きく出たね、フリーデリンで副隊長殿。あんたみたいな不真面目に隊長の隣は渡せないわよ。イニシオの案内できんのか。あんたの出身地。そうだよ、リュウ君の出身地だね。
さて、リンダちゃんはできるのかな。この俺より詳しくうまくジークファイト隊長をご案内することが、いやーできちゃうのかな。いやー万能だねリンダちゃん、見上げたもんだよリンダちゃん。言うじゃん。はいはい。なんでリンダ相手だとそうなるんだ。こいついびっていいの俺だけだもん。これは俺の愛情表現の一つなんだよ。歪んでる。ああ、これは置いておくとしてだ。俺の代わりは君しかできないと思うんだ。君には俺がいない間タイを任せたい。はい、万事このフリーレリンダにお任せください。じゃ俺たちは準備があるから、これからいろいろ頑張ってね。フリーレリンダ隊長代理。あーばよ、うっかリンダちゃん。ほら、行こうぜジーク。隊長、私頑張ります。だから、隊長も頑張ってくださいね。あなたがジークハイト？あなたは、あなたがエレアザルス様の。そうよ、父さんから話は聞いてるわ。私はアリス、こっちは私の思念樹ガリオスっていうの。よろしく頼むぞ。おお、でっけー。でっかい。頼りにするぜ大将。ん、無駄口叩かないタイプ。渋いね。渋いね。面白い人たちね。ミーメルです。よろしくお願いします。うん、よろしくね。あ、俺はね、お主、それ以上主に近づくことは許さぬ。なんで。お主は横島な気を放っておる。どうしよう、ジー君。いきなり嫌われちゃったよ。なんなんだ、その呼び方は。あー、ジー君。どれだけ俺が貧困、法制、人畜無害な高青年かを彼に存分に伝えておくれ。さあ、今すぐに。こういう男です。ジー君のいけず。楽しくなりそう。あ、そうだ、私もジークって呼んでいい？どうぞ。よろしくね、ジーク。